日々思うことを語る今日の一言今日は「鳥獣戯画絵巻」の公演に向けての最後の稽古日でした最後は自宅の稽古場で今日は当日映像を撮ってくださるチームの方そして舞台監督が見に来てくださっていろいろ打ち合わせもしましたでその中で「鳥獣戯画絵巻」 の他にもう一つ変身これも、えー、その方たちに見てもらうために一回踊りましたそうしたところがやっぱりまだまだちょっと工夫が足りないなということが分かってきて今日はその長寿ギガの稽古の後変身の、えー、振り付け見直しをもう一回やりました変身という物語は本当に不条理な お話ある朝起きたら突然虫になっていたというところから始まりで何といっても不思議なのは虫になったその主人公は虫になったということにショックを受けるよりももっと大変なのは朝起きる時間が遅くなって電車に間に合わない仕事に行かれないこっちの方が重要課題なんですね。 で虫になってるにもかかわらず何とかして仕事に行こうとするという非常に不思議な世界が描かれる小説なんですけれどもそれを一人で虫になった男そして、えー、それを発見する、えー、この男の両親と妹で妹はあの「あれは絶対お兄さんに違いない」と言って、えー、食べ物を与えるそんな風景を、えー、一人で描くんです。 なかなか一人三役四役を切り替えてそのドラマの流れをお客様に分かっていただく。これにはいろ,いろやっぱり工夫が必要なんだなっていうことをつくづく思いながら、えー、最後の稽古をしていました。明日はいよいよ舞台で下ざらい演奏人との合わせ稽古になります。11月2日 3日、浅草公会堂での日本舞踊の可能性ボリューム4公演。当日にもございますが、良い席は少しでもお早めに、ホームページ特設サイトからお切符、ご注文、受け付けております。ぜひご覧ください。では、また。